では時間になりましたので、記者会見の方を始めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、まだちょっと記者の方、まだ今いらっしゃっているところですが、始めさせていただきます。はい、本日は皆さんお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。そうですね、はい、今回ですねこの記者会見、を主催をしておりますのは、3団体、ヒューマンライツナウ、一般社団法人スプリング、一般社団法人、ボイスアップジャパン、ということになります。で今日の記者会見ですね、禁止記者会見ということで、刑法、性犯罪規定の改正に関するですね、法制審議会の動きに関する記者会見、です。で不同意性交等罪の創設、そして性交同意年齢の引き上げ、そして被害者に寄り添ったですね、刑法の抜本改正を求めるということで、集まっております。で私たち3団体、主催の3団体はですね、2019年の4件の無罪判決というものを受けまして、これはやはり個々の裁判の問題ではなく、しっかりと刑法を被害者の目線に立って考え直し、抜本的に改正することがどうしても必要だということで、署名を立ち上げまして、現在13万筆ほど集まっておりますが、この署名活動をやってきた団体です。この、ですね、署名を、提出するということがきっかけとなりまして、この検討会というのが法務省の中で立ち上がり、そして現在の法制審議会に至っているという状況になっています。で法制審議会にはですね、被害者の方も参加するという形で審議が進んでいますが、今度の10月24日に場合によっては法案のですね、形になってくる一つのドラフトのようなものが上がってくるのではないかというふうに見られております。でそういった中ですね、本当に私たちにとって、望んでいるような会見になってですね、刑法改正になっているのかということに対する、議論の過程などを見て非常に、懸念をされる点がありますので、改めてですね、なぜ私たちがこういった刑法の改正を求めているのかということを記者の方々に知っていただき、これが社会に伝わっていくということを願って本日会見をさせていただくことになりました。で本日はですね、こちらですね、登壇者はこういう形でですね、お話をさせていただきます。そうですね、署名3団体以外にもですね、この刑法性犯罪規定の改正の問題ずっと取り組んできた、市民団体、それから刑法改正市民プロジェクトのメンバーもおりますので、加わっていただいた、機会というふうになります。でこれからの進め方ですが、それぞれにスピーチをいただいてお話をいただいて、その後質疑応答の時間を設けたいというふうに思います。で写真撮影の方はですね、問題ございませんので、よろしくお願いいたします。では早速始めたいと思います。一番最初の登壇者のですね、中山淳子さん、ヒューマンライツナウの方からですね、現在の法制審議会の動きについて報告をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。では中山さん、お願いします。はい、弁護士の中山です。現在の法制審議会の議論状況をご説明したいと思います。画面共有させていただきます。ご覧いただけますでしょうか。今回の、不同意性交等罪の関係に関して、これからご説明をいたします。はい、すいません。2021年の9月16日に法制審議会で、審議をしましょうということが決まり、今ここに、掲げております1から、10個の、論点に関して集中的に議論がされています。この方すいません、ミュートでご参加ください。よろしくお願いします。皆さんミュートで対応をお願いいただけますでしょうか。よろしくお願いします。はい、本日はすべての論点をお話しすることはできないので、この3つの論点に関して簡単にご説明したいと思います。まず、177条、178条の改正の関係ですけれども、第8回会議の時点では A 案、B 案、2つの案にだんだんと集約されています。A 案の方は次の事由により、その他意思に反してというふうに規定をされており、B 案の方は次の事由、その他の事由により、拒絶する意思を形成、表明、実現することが困難であることに乗じてというふうな条文になっています。A 案と B 案の違いですけれども、A 案の方は、列挙事由に該当して、
それしても強制性交、その対象に反するという要件に該当しても強制性交ということになります。B 案の方は列挙自由がいろいろ存在する中で、それに縛りをかけた上で拒絶する意思を形成表明実現が困難という件に該当すれば強制性交等罪が成立するという形になります。で、列挙自由 についてはあんまりこう詰まった議論がされていないというところにはなりますけれども、今列挙自由として挙げられているのはこの1から8が挙げられています。でその中で一番注目が議論が集中しているところっていうのは7番の重大な不利益の憂慮というような、列挙自由と8番の疑問、偽計疑問による誤信というものをどこまで含むかというところについて議論が集中しています。その先ほどの、不利益の憂慮というところに関して地位関係性利用等罪の案に関わるんですけれども、これも A 案と B 案という2つの案が示されています。A 案は177条、178条とは別途、個別の条文を新たに作って、18歳未満の者または心身の障害をする者に対し、一定の地位関係性を有する者であることによる影響力があることに乗じてとなっているので、177条、178条の列挙自由の他にも、この地位関係性を正面から捉えるような A 案になっています。B 案の方は列挙自由の一つとして、地位関係性に基づく重大なというのを入れるかどうか議論になってますけれども、列挙自由の一つとして、地位関係性利用に基づく不利益の猶予によりというようなものを規定するということなので、別の条文を作るという案ではなく、取り込むような案になっています。いわゆる性行動年齢の引き上げについても活発に議論がされているようで、ここは A 案から B1、B2 案と3つの案が出されていますけれども、大きくは16歳未満のものという形で、16歳に引き上げた上で除外規定を一切作らないという A 案と、B 案として除外規定を一定程度作るという2つの案に分かれています。で注目すべき点としては、性行為をするかどうかに関する能力というふうな議論がされていて、この能力というのはどういう能力かという形で、1から3の能力の説明がされています。でこの1から3の能力が16歳未満に関しては欠けるので、性行動年齢を引き上げましょうというふうな議論になっています。ただし、B 案で、除外規定を作るということについては、3番の性的行為に向けた相手方からの働きかけに的確に対処する能力というところに対しては、相手方が、一定程度、条件的に違えば、この能力が全部欠けるわけではないので除外しましょうというふうなお話がされていて、除外をどういうふうに規定するかというところに、今回の議論はだんだん進んでいるのではないかなと思います。除外する規定としては形式要件的に、年齢差で区別する、または行為者の年齢のみを問題にするというような規定のあり方と、年齢差とかではなくて、もっと実質に踏み込んで、相手方の脆弱性に乗じているか乗じていないかというのを問題にしようというふうな案が今議論されています。一応議論状況をざっとご説明いたしました。先生お願いします。はい、ありがとうございます。これを見ますとですね、細かい議論がいろいろ展開されているというところはあるんですけれども、例えば177条、178条の関係で言うと、拒絶の意思を形成、表明、実現することが困難という要件になっているわけです。これが実際にこれまで4件の無罪判決が出た、公拒不能ですね、非常に曖昧であるために、こういう無罪判決が出てしまった公拒不能という要件とどこまで差別化していくのか、本当に違うのか、というようなことは非常に問題ではないかなというふうに思っています。でそもそも形成表明実現というのは非常に曖昧な要件でありますし、かつそれが嫌だと言ったら、拒絶したらそれがすべて性犯罪になるのかというのがわからない。つまり、ノーミンズノーミンズがすべて処罰されることなのかもよくわからない。でもう一方では、その拒絶ということを結局、被害者側に求める、そういった非常にですね、被害者を責めるような刑事裁判の構造、これが変わらないんじゃないか
というようなことを懸念されるわけです。これから皆さんからお話しいただきますが、私たちはずっとですね、本当に諸外国でも導入されている不同意性交等罪の実現を求めておりますし、地位関係性利用、そして16歳の話はちょっとできてきているようですけれども、性交同意年齢をしっかり引き上げて子どもを守る、このですね、要求をしっかり掲げていきたいというふうに思っておりますし、それがなんだかわからないような形で、結局のところ、重要な改革ができなかったと、改革が先送りされたということがあってはならないのではないかということを訴えたいなというふうに思っております。で、そのためにやっぱりいろいろなですね、いろんなところからの世論喚起というのが大事じゃないかなというふうに思っています。では続きましてですね、一般社団法人スプリングのですね、代表理事で被害当事者でもあられるですね、佐藤由紀子さんからお話をいただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。一般社団法人スプリング代表理事の佐藤由紀子です。私は先ほど伊藤さんからご紹介ありましたように、被害者に拒絶が求められるのではないかということについて、被害者が置かれている現状とですね、実施した署名、ツイッターデモなどについてお伝えしたいと思います。私たち被害当事者はこの同意をめぐって、これまで警察などの捜査機関や司法の在り方に長年苦しめられています。被害者は同意していなかったのに、加害者の暴行や脅迫、被害者の抗拒不能が認められず、嫌だったらもっと激しく抵抗するはずとか、抵抗できたのにしなかったとして、被害者の不同意が認められないケースが非常に多く起こっています。また、裁判まで進んだケースでも、被害者は性行為に同意していなかったと認定されたのに、加害者が無罪とされる判決がなされ、このように性暴力が性犯罪として認められないことが、多くの被害者を深く傷つけ、性暴力のその後を生きる上で大きな障害を生んでいます。同意のない性交を処罰する法改正を求める声は、今から5年前の2017年6月、110年ぶりの法改正よりももっと前から、被害当事者や被害者支援に携わる人々を中心に挙げられてきました。内閣府では同意のない性的行為は性暴力と認められていますが、司法ではこの性暴力を等しく処罰できません。スプリングとボイスアップジャパン、そしてヒューマンライツナウの3団体で集めている、性犯罪における刑法改正を求める署名は現時点で13万6千人の賛同が集まっています。今後法務省に提出の予定で、今は日程調整中です。またスプリングが先月9月に4回にわたって開催したツイッターでも、ハッシュタグ日本でも不同意性交等罪の実現をでは、当事者を中心に不同意性交等罪の実現を望む声が多数投稿されました。ここで多く投稿された代表的なツイートをご紹介したいと思います。不同意の性交がダメというのは当たり前のことなのに、なぜ日本ではそれが認められていないのか。またフリーズという現象がもっと知られてほしい。それから不同意性交等罪があれば、私が受けた被害も被害と認められるのに。そして被害を受けた側はいつまでも苦しみから抜けられないのに、加害者は自分が加害した自覚もなく普通に生きている。こういった投稿が多数ありました。このように自分が受けたのは性暴力だったのに、同意のない性交を処罰する法律がなかったから、自分の被害は犯罪と認められなかったという声が目立ちました。言い換えれば、これは今の社会が性暴力を容認しているということだと思います。私がここで申し上げたいのは、被害者が拒絶できなかったのは同意していたからじゃないということです。先ほど中山さんからもご指摘がありましたけれども、性的行為に対する同意に関する議論において、刑事法検討会では、性犯罪の処罰規定の本質は、被害者が同意していないにもかかわらず、性的行為を行うことにあるとの結論に異論はありませんでした。そうであるならば、処罰の判断は、被害者が拒絶したかどうかではなく、行為をする側が相手に同意の有無を確認したかどうかにされるべきです。10月には次回の法制審議会が開催され、何らかの条文案が示されるだろうと言われています。
性暴力被害者が救済されるかされないままなのかの瀬戸際にある今、性暴力に今も苦しむ被害者の視点に寄り添った実効性ある刑法改正が実現するよう、今後の議論に注目していただければと思います。私から以上になります。佐藤さん、ありがとうございました。はい、で先ほどのですね、中山さんの、ですね、パワーポイント、記者の方に公開共有いたしますので、今、チャット欄で共有させていただくことになると思いますので、どうぞよろしくお願いします。後ほど質疑応答の時間もありますので、詳しく知りたいという点がありましたら、質疑応答の際にお願いいたします。では、次にですね、ボイスアップジャパンの山本和奈さん、よろしくお願いいたします。はい、どうぞよろしくお願いします。ご紹介いただきました一般社団法人ボイスアップジャパンの代表理事を務めております山本和奈と申します。ボイスアップジャパンではジェンダーセクシュアリティ信じる宗教国籍人種を問わず誰もが公平な権利を持ち誰もが声を上げられる社会を目指し青森県から長崎県まで全国25の学生支部そして400人を超える若いメンバーとアドボカシーや教育活動若いリーダーの支援などを行っております。そして今回の署名を通し2019年より日本の性暴力に関わる刑法改正の呼びかけに関わっております。本日は、なぜそもそも刑法改正のプロジェクトに私たちが取り組んでいるのかという話を通して性暴力の撤廃の重要さというものを伝えていきたいと思っております。私たちがジェンダーに基づく暴力の撤廃に対して声を上げる理由としては性暴力が私たちの生活の毎日を影響していることだからです。 MeToo 運動が始まった時に性暴力なんて日々に関係ないだったり被害に遭っていることなんて知らないなどいう声もありました。しかし性暴力というのは大学や専門学校などの教育の場日々を過ごす職場だったり移動に使う交通機関レストラン、スーパー、道端ましては家の中でどこでも本当に起こり得ることなんですね。また性暴力というのは友人やパートナー、家族や知人から経験する被害というのがほとんどあるんですね。男女共同参画の令和3年度に出された白書によると一度でもそれこそ配偶者から身体的暴行、心理的攻撃、経済的圧迫または性的強要のいずれかを受けたことがある女性はなんと 25.9%、 男性は 18.4%、そして2020年度の内閣の調査によると女性の 6.9%、つまり 14.5人に1人が同意のない性行為を許容されたことがあると言われています。これにそれこそ痴漢被害、盗撮、セクハラやストーカー、性的な嫌がらせなどを考えると性暴力がどれだけ私たちの日常に絡んでいるかがと分かるかと思います。私たちが行ったアンケートでもそれこそ教員から通りすがりに下着を触られた、無理やり性行為をさせられそうになった、あとサークルの LINE の知らない人から体の写真が送られてくるなどの被害の声も届いています。にしても日本では被害がきちんと守られる制度もなければ被害後のサポートもほぼなく、その上加害者を罰するシステムもきちんとないのが状況です。また性的同意に関する教育や性暴力に対する認識も本当に少なく、本来なら性教育を通して防げるはずの加害行為を防ぐことが全くできていません。ボイスアップジャパンの性的同意プロジェクトチームによる首都3大学の1165人を対象としたアンケート調査では、約学生の 34.4% は性的同意を知らない、聞いたことがない、もしくは聞いたことがあっても定義を説明できないと、おっしゃっています。しかし実際の知識に関して尋ねてみると、わずか 42% の学生しか正しい性的同意の知識を分かっていないことが分かりました。その上同じアンケートの半数以上である約 53% の学生は、何かしらの性被害に、それが同級生だったり教員だったり卒業生からあったことがあるということも見られています。これは深刻な問題であり、今きちんと向き合わないといけない問題なのです。性暴力をなくすために大事なことは2つ、もちろんたくさん他のこともあるんですけど2つあると思っています。まずきちんと性暴力の加害者が罰される社会を作り、同意のない性的行為に遭ったことがある被害当事者が心身的にも精神的にも守られる法整備やシステムを作ること、そして加害者を生まない教育や同意が当たり前ということを
まずもっと早い段階から教えていかないといけないと思います。本当に性暴力をなくしたいのであれば、まあ、こちらの引き続きこの署名の後押しだったり、そして何よりは政治家や性犯罪に関する検事法検討会に参加している方に刑法改正の後押しの声を届けてください。もうニュースで、まあ、そのいわゆる〇〇大学による性的暴行だったり、意識がないにもかかわらず同意があると思ってたので無罪、集団レイプなどを聞き続ける社会には行きたくはありません。性暴力の撤廃は5年後、10年後に取り組むのではいい、では全く足りないんです。なので引き続き、共に性暴力に対してノーという姿勢を持ち、刑法改正の実現に向けて動いていき、まあ、私たちボイスアップジャパンとしては、性的同意の知識を広めたり、第三者の介入方法のトレーニングの実施などを行っていきたいと思っています。なので、まあ、皆さん、ここにいる記者の方も、自分には関係ないと思わず、自分たちの力でできる範囲で共に声を上げていっていただけると嬉しいです。とありがとうございます。山本さん、ありがとうございました。はい、今この瞬間もですね、本当にそうですね、被害に遭っている方々がいらっしゃるということが分かるお話だったと思います。本当に刑法改正、先送りにすることは許されないなというふうに思います。では次に石田由紀子さんからお話をいただきたいと思います。石田さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。私は、まあ、東京に住んでて、私はその、まあ、出身が札幌で、札幌市私立の中学校に行ってた時に、まあ、その中学の先生から、まあ、恋愛と思わされて、まあ、性暴力、まあ、性的虐待4年ほどあってた経験がありました。ですので、私は今日の場合は治療と同意年齢について主に喋ろうと思います。で、その同意年齢とでもそのこの今日挙げてる3つはそれぞれ関わっていて、じゃちょっと治療を中心に言いますけれども、治療というと強い立場の人が弱い立場の人に、まあ、その治療を利用すると。で強いものから弱いものというと、例えばその、高圧的な威圧的な態度とか、上司が部下に逆らえないとか、まあ、そういう結構強気のイメージがあると思うんですけど、それだけではなくて、信頼っていうのが私は大きいと思います。例えばその、まあ、学校の先生でいうと先生の言うことだから合ってるのかなとか、まず先生の言うことを疑わないと。でそれが まして自分が尊敬する人だとましてそうなってしまうと。でそこに例えば私の場合は10代後半だったので、まあ、そこに脆弱性っていうのはさらに関わってきて、まあ、より認識被害、これが性暴力なんだって認識が難しいわけですね。でちなみに、学校の性暴力でいうと、私はちょっと性教育だけではカバーできないと思っていて、でこれはなぜかというと、さっき言ったその、私の方で学校の先生から被害に遭った人のアンケートを取ったときに、一応学校別に、アンケートを取りました。で例えばその性的な知識がないから、まあ、子どもの時は分からなかった、大人になってから分かったという方は、まあ、その理由が一番多かったんですけど、ただその、ですね、ただ被害当時にそれが被害だって認識できた人は全体で、2割ぐらいしかいないんですね。で、じゃあで、そのアンケートを取った中には高校を卒業した人、例えばその大学生とか専門学校とか大学院生の人にも取ってるんですけど、じゃあその中の、6割の人が被害を受けたときはそれが性暴力だと分からなかったと。回答してます。で例えばその大学生とか、まあ、専門学校とか大学院生、その、まあ、その人の知識とか経験の差はあると思うんですけど、でもその、年齢とか立場でも6割の人がそれが性暴力だと分からなかったっていうのは、例えばその自分の学校の先生がそんなことをすると思わなかったとか、まあ、あと、まあ、これがトラウマの問題で、やっぱり嫌なことがあって、記憶に蓋をしてしまったとか、まあ、そういうのもあるので、性的な知識とか、まあ、それだけが必ずしも防げるとか、それが被害ですと申告、できるとは限らないと思ってます。でそれで私としては、刑法で、ちゃんとそのこれは、刑法に違反することなんだと、まあ、規定をしてもらって、それでやっぱり周りの人がこれは悪いことなんだとちゃんと認識してもらうことから、やっぱりそこから、周りの人の意識が変わって、
で、実際被害を受けた人が周りにいても、言い出しやすくなると。まあ、そういう意味で、地位利用と、同意年齢ですね。私はちょっとその点を強調したいと思います。じゃあ、確か以上です。はい、ありがとうございます。はい、性行同意年齢のことも本当に大事ですし、それから先ほどの話ですと、地位利用をですね、独立の犯罪としないっていうような、そういった、まあ、案も出ているんですが、まあ、非常に深刻なことだと思います。しっかりと独立の犯罪にすることを通じてですね、被害の抑止っていうのもできると思いますし、加害をなくすっていうこともできると思うので、非常に重要な点だったと思います。ありがとうございました。では、続きましてですね、スピークアップソフィア。ですね、の山崎彩音さんからお話をいただきたいと思います。女子大学の学生グループ、で、そうですね、性、行為のですね、同意の問題などについて取り組んで、活動していらっしゃる、グループ、です。若い世代のベースアップジャパンとともに若い世代の代表ということで本日お話しいただくことになりました。山崎さんよろしくお願いいたします。ご紹介ありがとうございます。上智大学エンパワーメントサークルスピークアップソフィアの共同代表を務めております山崎彩音と申します。私たちは上智大学で性的同意の大切さを広め、キャンパス内の性暴力を根絶することによって誰もが安心安全に過ごせるキャンパスを作るために活動しています。性的同意とは、すべての性的な言動において確認されるべき同意のことだと私たちは考えています。一見簡単そうに聞こえますが、実際に正しく理解してその上で行動へ移すことは難しい、面倒だと感じる方もいるかもしれません。しかし、性的同意を正しく理解することは、人と関わっていく上で非常に大切なことであり、私たち一人一人が当事者意識を持って理解することが鍵になってきます。同意なく性的な言動を行うということは、心のいや個人の境界線、いわゆるバウンダリーの侵害につながります。そしてそれが性暴力とみなされることがあります。また相手の行動が自分にとって安全なものであるのか、許容範囲を超えていないかということは大きな個人差があり、私たちは自分にとっての OK が相手にとっての OK だとは限らないということを忘れてはいけません。だからこそ同意、特にアクションを起こす側の同意がとても必要だと思います。法改正をきっかけとして、同意という概念に焦点が当たることによって、若者のカップルの間でも相手の気持ちをより大切に確かめ合うことができるのではないかと私たちは考えています。Yes means yes。日本でも当たり前にして、被害者がもうこれ以上一人で苦しまないように、加害者がこれ以上増えないように私たちも活動していきますし、ここに参加してくださっている記者の皆さんもどうか当事者意識を持って活動していただけたらと思います。以上です。山崎さん、素晴らしいメッセージありがとうございます。本当に大事なことだと思いますね。本当にこれが法制審議会に届いてほしいなというふうに思います。はい、では続きましてですね、性暴力禁止法を作ろうネットワークの首藤由美子さん、お願いします。はい、性暴力禁止法を作ろうネットワークは、性暴力に関するあらゆる法律を、被害当事者の立場で、法制度整備を進めていこうということで、被害当事者ですとか、支援者、研究者などで、全国的に緩やかなネットワークを作っております。で、まあ、今 の、 法制審議会の議論は、まあ、ホームページの議事録を、見るという形でしか、まあ、ちょっとわからないところはあるんですけれども、どうも、このところ、実際法律を作るというところで、法律の、なんか定義とか、なんか用語については、みたいな、何か、法律の専門家の方々が、そういう専門的な議論をどうも中心に進めていらっしゃるんじゃないかというような、危惧を抱いています。やっぱり、刑法の性犯罪について改正をするっていうのは、まあ、被害当事者、まあ、被害当事者だけではなく周囲ですとか、まあ、加害者にとっても非常に大きなことですので、やっぱり当事者 の、 被害の実態に即して議論をしていただきたいと思っているところなんです。で、そういう意味で
経営性暴力禁止を作ろうネットワークでは公開講演会を7月に行いまして、ZIP 実の父親から性虐待を長年受けていて、解離性同一性障害 DID の、当事者になってしまわれた、方が、まあ、ご自身の体験を発表してくださいまして、そこから今、法律を改正しようというところで、実際に、自分自身が、まあ、警察に被害届を出しても、まあ、ちょっと受理してもらえないような状況が、なんとか ならないだろうかというようなことを発言してくださいました。でその中で、まあ、例示列挙の、一つに継続した虐待っていうのがありますけれども、その継続した虐待っていうと、まあ、18歳未満っていうふうに形式的に判断されてしまうんじゃないかとか、まあ18歳ですとか19歳、20歳までだったら、もしかしてそれはまあ継続した虐待っていうふうに判断されるかもしれないですけれども、30代、40代になってもずっと被害に遭い続けていて逃げられないっていう状況がある。でももうそれぐらいの年齢になっていたら、その拒絶の意思の、形成表明実現っていうのはできるんじゃないかっていうふうに現場で判断されてしまうかもしれないと、まあ、そういうところで法律が変わったとしても、ちゃんと、ご自分のような、状況が、救われるだろうかっていうようなことをすごく言っていただきました。こういった形で、現実の被害の実態が、法律その例示列挙この例示された文言が、こういう場合にちゃんと、該当するだろうかっていうようなことを具体的にやっぱり、法制審議会の委員の方々にも、検討していただきたい、そういう目で、議論をしていただきたいと思っているところです。で、性交同意年齢の、引き上げについても、まあ、彼女が、実は16歳の時に妊娠、中絶手術を受けてしまったんですけれども、その時妊娠のことですとか中絶のことも全然わからない、その、性虐待を受けていたとしてもそういう正しい知識がない中 で中絶を、まあ、自分で赤ちゃんを殺してしまったっていうようなことがすごいトラウマになっているっていうような話もしていただいて、やはり16歳にせめて引き上げるってことは重要だっていうふうなことを話してくれました。まあ、本当にその被害実態に即した改正をぜひ実現していただきたいっていうところで、不同意性交等罪の導入っていうのが、まあ、ぜひ必要だと思っています。で、まあ、私自身カウンセーラーでそれからワンストップセンターにも関わっていて、現場で話を聞いていまして、その不同意の意思に反してっていうだけでは、あまりにも緩やかすぎると。で、相手がその、同意してなかった、意思に反していたっていうことを、分からないで、で、その、まあそういう性的なことをしてしまって、後で捕まってしまってっていうようなことが、あるといけないみたいなことを言われるんですけれども、実際相談を聞いていると、その時に嫌だっていう意思は、やっぱり伝えてるんですよね。伝えているけれども、それを聞いてくれなくって、しつこくしつこく諦めないで、加害行為をしちゃうっていうところで、やっぱりちゃんとノーって言われた時に諦めるっていうか、やめるってことをしさえすれば、その、不同意性交っていう犯罪行為を犯さなくて済むんだっていうふうなところ、それも、現場の声として伝えていきたいなって思います。以上です。ありがとうございました。一つありがとうございました。本当になぜノーと言ったら犯罪というふうに素直に法律にならないのかということは強く訴えたいなと、今からでもきちんと再考すべきだというふうに思います。ありがとうございました。続けてですね、NPO 法人全国女性シェルターネットの北中千里さん、山崎由紀子さん、よろしくお願いします。はい、全国女性シェルターネットの共同代表してます北中です。あと今事務局長の山崎さんと一緒に参加しています。シェルターネットはDV の、支援団体の全国団体です。でシェルターネットも参加している刑法改正市民プロジェクトの方で、本日法制審議会に要望書を送ったというのがありますので、今こちらのチャットの方に、貼りたいと思います。はい、
はい、今チャットで出しましたので、お読みいただければと思うんですけども、今須藤さんがおっしゃったように、その性暴力 DV の支援の現場で聞いている性暴力被害の話っていうのは、まあ、こういうものなんだということと、これが本当に今の法制審の議論で、犯罪になるんだろうかということを、まあ、問いかけて、いくつか の、 あの具体的な例、あるいはあの刑法改正市民プロジェクトに寄せられた声を載せて、今日、要望書を出しました。で、シェルターネットとしては、特にやっぱり夫婦間、パートナー間の性暴力というのが、本当にこれで犯罪として扱われるようになるのかというのを、まあ、強く注目しています。確かに法制審の議論の中では、今回は夫婦間の性暴力も、犯罪になるということが、まあ、受け入れられる、表明される方向にはあるようなんですが、ただ、今の性犯罪の、まあ、捜査とか裁判の仕方が何月何日に、どのような性行為をして、それがどのように拒否できなかったかというふうにして、裁かれる、調べられるとしたら、継続的な人間関係の中で、支配されているドメスティックバイオレンスの一つの方法として使われる性暴力っていうのを、やはり刑事事件として扱われるというのは本当に難しいと思うんですよね。で、だからさっきのその例示列挙の中で継続的な虐待っていう言葉が出ているようですが、それが大人のこういう継続的な夫婦間の支配関係にも適用されるのかとか、まあそういうことも含めて、審議会では議論をして、できるだけ包括的に、あらゆる本人の望んでいない性暴力、性関係が、ちゃんと刑法に、含まれるような、そういう議論をしていただきたいと思っています。以上です。ありがとうございます。審議現場からの声を届けていただきました。では、徳永京子さん、NPO 法人スクールセクシャルハラスメント防止関東ネットワーク、からお願いいたします。よろしくお願いします。はい、お願いします。NPO 法人スクールセクシャルハラスメント防止関東ネットワークという、活動をしております徳永京子です。私たちは2004年から NPO を結成して、主に子どもの性被害についての支援を行ってきました。電話相談、直接支援、裁判支援、教職員のためのセクハラ防止、研修講座、とりわけ特別支援学校の、教員研修などもやってきました。その中でたくさんの被害の話を聞くこともありました。長年の活動を踏まえて、ぜひ法案に反映していただきたい点を3点述べます。1点目は年齢引き上げの件です。中学生の性被害も支援してきましたが、義務教育が終了してない段階で性的行為の意味を認識することはかなり困難であり、その影響や結果を十分理解できる力が備わっているとは言えない状態です。せめて16歳未満という基準を設けていただきたい。2番目は、高校生も含めて子どもへの性暴力は力関係が左右しています。教師だから、部活の顧問だから、塾の講師だからという理由で拒絶はしたくてもできなかった状態、また拒絶などを考えられなかったなどという被害者もいます。拒絶の意思形成表明実現と言われると拒絶が前提のようになります。もともと意思が形成されていない状態、表明できない状態、実現できない状態がたくさん存在しています。ましてや、特別支援学校に行って分かったことは、障害児の場合にはそういう意思表明はかなり難しいということです。文科省の、処分数も毎年出されていますが、減少しているわけではありません。地位関係も利用した性暴力そのものを法案に規定すべきだと思います。3点目は、
地位関係性にも関係するし、年齢引き上げにも関係することですが、子どもの性被害はその前にほとんどがグルーミング行為があります。特別に勉強を見てあげるとか、試合に出してあげるとか、練習や補習の帰りに送ってあげる、卒業したら結婚しようなど、加害者は時間をかけて手なずけていきます。子どもの憧れや大人びたいという気持ちや好奇心を利用していった事例が多々あります。拒絶したくても、そのグルーミング行為の中で子どもは身動きできなくなり、被害を受ける結果になります。ぜひグルーミング剤を新設してください。以上3点の、お願いでした。ありがとうございました。なおさん、ありがとうございます。私も被害事例いっぱいやってるので、本当に身につまされる、本当にそのおっしゃる通りだというふうに思います。ありがとうございました。それでは次に島岡真奈先生ですね、はい、が今日来ていただいておりますので、刑事法の観点、それからフランス法など欧州のですね、法律に詳しい先生ということで、本日来ていただきました。島岡先生からもぜひ一言お願いできればと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さんの具体的な被害者の声などは非常に参考に なると思うんですけれども、私は、具体的にこう支援ということじゃなく、もうちょっと対極的なというか、刑事法学者として、今の刑法がおかしいということをもう20年以上前から、言ってきてますので、そういう観点も踏まえて少しちょっと抽象的かもしれませんがお話したいと思います。でまず今問題になっている性犯罪、ね、法制審議会の議論で、今日も問題にした不同意性交等罪の新設、それから、地位関係性利用をした性交等罪の新設、また、性交同意年齢の引き上げっていう3つが問題に中心として問題になっていると思うんですけれども、これってすべてこう支配者と非支配者との間の非対称性から起こる犯罪であるということなんですね。でこれはやはり不平等が存在しているところでは必ず、それがすごく先鋭的な形で出てくるということで、これは社会の不平等の反映とも言えます。そうしますと今の日本の現状っていうのは、皆さんご案内のように世界経済フォーラムが出している、世界ジェンダーギャップ指数が、146カ国中116位という、もちろん G7 では最低ですし、OECD 諸国38カ国の中でも、トルコに次ぐブービー賞というか137位とか、そのぐらいのひどい、状況なんですね。不平等社会、差別社会であるということがやっぱり自覚されないといけないと思っています。そして、先ほど来から、性教育とかも行われてないということが出てると思うんですが、私は性教育も人権教育、これはまさに人権問題、差別とか不平等って人権問題ですので、人権教育とか性教育がやっぱり幼い時からされてない社会っていうのはやっぱり根本的なところがわからないっていうことになると思うんです。同意とかそういう問題も全てそこに集約してくるんですね。でそれを受けてないという点では、被害者の皆さんも加害者の皆さんの話とかたくさん出てましたが、私はこれ今法制審議会で議論している学者も放送も全く同じではないかと思ってるんですね。そういう教育を受けてないから、こういうなんか、加害者側の論理に弱者の視点に立てない、そういう論理にどんどんなっていっちゃってるのではないかというふうに、すごいデジャブ感を感じています。というのも、その110年ぶりの2017年の大戦の時も全く同じような、焦燥感というか、なんでこの人たち分かってないんだろうっていうような、気持ちでずっと聞いていて、すごい不十分な改正で終わった。でようやくまた 3,4 年後に今、そこで不十分な部分を改正しようとしても、どうしても加害者側でどうしても処罰すべきでない行為を処罰しないように限定しなきゃいけないみたいな議論がものすごい、優勢になってしまうっていうことをプラスして、これはもう人権教育とか性教育がない、反映だなって思っています。で国際的にはどうかというと、やっぱり2011年のイスタンブール条約の影響などを
欧州評議会の加盟国の中では大きいですし、先進国ではもうノーミーズノーの時代も、ミュートいません、ミュート、記者の方ミュートにしていただけますか。内田様よろしくお願いします。すいません、ごめんなさい、あ、ちょっとすいません、わかりました。すみません、いいでしょうか。そしてあら、そういう、なんていうんですかね、イスタンブール条約の影響を設けて、どんどんとイギリスとかカナダとかスウェーデンに続いて、今年、最近スペインも、イエスミンズイエス型に、改正したと言われてますけれども、そこでもやっぱりもう私、ヨーロッパもよく知ってますけど、フランスもそうですが、30年前はやっぱりまだまだ非対称で不平等だった時代を経て、どんどん教育等で平等を進めてきて、それと並行して性犯罪も改正しているということがありますので、やはりこの細かい論点のこうなんていうか要望はもちろんたくさんしていくべきなんですけども、そういう大きな視点からもう少しこう、人権教育とか不平等社会とかやっぱり人権保護法のようなもの、大きなものも作る動きも加速させていかなければいけないなと思っています。で、最後に個別的なことなんですけども、最初に中山先生がご紹介いただいた A 案 B 案ということで お話しいただいて、B 案がやっぱり拒絶の意思の、形成表明実現が困難であるということが非常にこう抵抗義務を想起させるし良くないっていうのは全く私も同感なんですけれども、すごく議事録見てますと、そちらの B 案の方にものすごい8割か9割ぐらい賛成する意見が強くなっているということ、それで危機感を皆さんいただ抱いていると思うんですが、6月ぐらいの、審議会の議事録で長谷川慶子幹事が性に関する自由な意思の決定もしくは、伝達または意思の実現を妨げ、た場合っていうように、その拒絶の意思の形成表明実現が困難に変わった案を出してたと思って、ちょっと細かいので紹介されなかったかと思うんですし、8月9月の議事録がないからどうなったかちょっと私も把握してないので、もしかして立ち消えになっちゃったら申し訳ないんですけど、私意外とこういうふうに何ていうか B 案にすごい賛成する人の中にスルッとイエスミンズイエスのような考えをこう忍び込ませるっていうか、そういうテクニックも実は有効ではないかなと思ってまして、正面突破ができなかったらこういうテクニカルな方法で少しでも抵抗義務を減らして、性に関する自由意思を尊重するんだっていうような条文に変えていくっていう方向もいいかなと思っております。ちょっと長くなりましてすみません、以上です。山岡先生ありがとうございました。では最後になりますが、都団体ヒューマンライツナウの副理事長の刑法学者の後藤博子先生からもお話をいただきたいと思います。よろしくお願いします。すみません、ちょっと授業等があってですね、ほとんどのお話を聞けなくて、今島岡先生のお話だけ聞いてるんですけれども、なぜ今ここでですね、10月の段階で、私たちが皆さん、岸向きさんの方とお話ししなければならないのかっていうことの危機感っていうのが、どこから来ているのかというと、島岡先生もおっしゃったように、やっぱりその議事録を読んでいる限りですね、どうしても私たち の獲得したいこととか、私たちが見ている世界と違う世界が実現を見ているようにしか思えないんですね。で、それがどこから来ているかっていうと、私はやはりその近代 の合理的人間像の亡霊に未だに支配されているんじゃないかというふうに思っています。つまり刑法という規範っていうのは、やっぱり国家 の秩序を維持するようなかなり集約的な規範なわけです。で、その規範に対してですね、そのリアリティがどうを反映させるかっていう発想が
まあ、かなり希薄なんじゃないかというふうに思っています。でその希薄さっていうのはどこから来るかというと、やはりですね、その近代がですね、まあ、18世紀19世紀19世紀にですね、近代法がある意味確立して、で、まあ、刑法は1907年にできていて、そういう状況の中で、その女性や被害者のリアリティを反映する必要があるんだっていう確信が全然持てない。で、その持てなさっていうのは、やはり今の刑法が中立で公正であるっていう、そういうジェンダー視点のなさから来るんだと思います。この社会っていうのは、拡張的なですね、性差別構造が、まあ、ジェンダー視点として存在していて、その対等な人間っていうのが、この社会にどこにもいないのに、対等な人間関係が存在するかのようなフィクションを未だに持ち続けていて、でそれによって生じる不利益っていうものが、まあ、全く腑に落ちていないというか、それに同意をできてないと。でそういう人たちでいくら話してもですね、なんか閣下総用の感というか、どうしてこういう議論になってくるのか、なかなか私たちには分からない。でそこの危機感というのが今日の会合に表れているというふうに思っています。で何回も同じようなことをこの、2017年の法改正以来、私たちは主張してきてるんですけれども、それがうまくいかないっていうことは、その刑法がまあうまくいってるっていうふうに多分思っていて、その刑法が構築している秩序というものをやっぱり壊したくないと。でそれはやはり拡張的なジェンダー差別秩序をやっぱり維持している方が、やはりこの社会にとって望ましいというふうに考えている、まあ、人たちがいて、少しは変える気もあるかもしれませんが、そんなに変えたくないというところを変えさすようにするには、だからどうしたらいいのかってはっきり言って私もよく分かりません。でそれをですね、記者の皆さんも一緒に考えていただき、こういうことを報道すればいいのではないかというようなことをですね、お話しいただければというふうに思っています。はい、では私からは以上です。ありがとうございます。では、本日予定していたスピーカーは以上なんですが、ここから質疑応答に入りたいと思います。本日参加いただいている記者の方々は、やはり日本における性暴力の実態について、私たちと共に憤り、そして私たちと共にですね、いろんなところでですね、まあ、記事という形 などで発信していただいている、まあ、仲間だというふうに私たちとして思っております。ご意見、であったりとかアイデアも含めてですね、ぜひ出していただければと思います。また一番最初にお話ししました中山弁護士のですね、まあ、法制審のですね、まあ、今現状ということもありますが、それに関するご質問も含め、またスピーカーに関する ご質問などもですね、含めていただければというふうに思います。皆さんよろしければですね、リアクションのですね、ところから、挙手機能を使って、ご質問などがある方は出していただければと思います。これからご質問コーナーにしたいと思いますので、よろしくお願いします。いかがでしょうか。はい、今の方はその他意思に反してというふうに包括要件で、その不同意であることは処罰するよっていうふうに明確に規定されていると思うので、基本的にこちらを支持するの不同意性交を求めるということは正面からこういう規定を作るということだと思いますので、A 案がふさわしいんではないかと思います。ただ議事録の中でいつも言われるのは、その他意思に反してというのだけでは曖昧だ曖昧だということで常に退けられるわけですけれども、その次の自由によりという個別自由があってで、その他の自由という存在に反してなわけなので、その何がどうしてそれを曖昧だというのかがはっきりしないなといつも議事を聞いてて思います。で B 案の方は、その拒絶する意思を形成表明実現することが困難でっていうふうな形で、拒絶する意思を形成というものが入っているので、拒絶義務を課しているものではないんだということは議事録にも残っているわけですけれども、その
法制審議会の議論を法ができたときに国民がつぶさに見ているわけではないので、条文を読んだときに不同意の性交が処罰をされるんだ、その拒絶っていうものをはっきりと、言われてももちろん処罰だけれども、それが示せないような状況で求めてもダメなんだっていうようなことがすんなりとわかるかっていうと甚だ疑問だなというふうに思うので、そういう意味でも A 案のようにその対象に反してというふうに真正面から不同意であるということが分かるような分かりやすい文言で規定していただきたいというふうに思っています。はい、ありがとうございます。ちょっと付け加えますと、拒絶の意思を形成表明することが困難っていうことがあるとしますよね。でそれが困難だっていうことを、一応構成要件としては認められたとしても、加害者側はそんな困難だったって知りませんでしたっていう可能性はありますよね。でこれは公許不能の時も出てきた議論で、公許不能だったっていうことを知りませんでしたっていうようなことを言って、で無罪になってる事例があるわけなんです。それがすごく多いですね。なので形成表明することが困難っていう要件で、果たしてそういった問題に対応できるのかっていうのは一つあります。それはすごく大きな問題だと思います。でもう一つが実現するのが困難ってことなんですけど、実現するのが困難っていうことはどういうことなのかっていうことですね。で困難なのか困難じゃないのかっていうのを結局検察官が決めることになると思うんです。それは結局のところ困難な状況があったのか、それほど困難ノーと言ったけれども、ノーと言ったけれどもそういうふうになってしまった、相手がやってしまったという場合に、それはその拒絶をするっていう意思を表明したけれども、それを実現するのが困難だったかどうなのかっていうことが、問題になってしまって、そこで結局のところこれまで同様ではないかもしれないけれども、さまざまな立証責任を負わされるっていうことになるんだと思うんですね。でそこがしっかりと拒絶したのにもかかわらず性行為をしたらもうダメですよっていうノーミンズノーにならないということは非常に問題だというふうに思います。その意味で2つの問題があるんじゃないかなっていうふうに思っています。私からは以上ですか。他に何かその点言われたい方いらっしゃったら、スピーカーの方で大丈夫そうでしょうかね。はい、分かりました。ありがとうございます。お母さん、須藤さんどうぞ。はい、やっぱり被害に遭った方がすごいその、関係性とかいろいろ、継続した虐待とかもそうですけれども、そのこう凍りついちゃったり、あと迎合してしまったりって、そういうことをきちんとその現場の警察官なり、検察官の人が分かった上で、ああやっぱりこれは拒絶の意思をこう表明、形成したり表明したり、実現することができなかったですよねって本当に分かってくれるのかなっていうところが、だいぶその、前回の法改正の後に被害届とかどんどん受理されるのかなって期待をしていても、結局はあんまり変わらなかったなっていうところからすると、でこれからじゃあ一般のこう警察署の、刑事課の一人一人の刑事さんにこの意味を分かってもらうってなったら、あと何十年かかるのかなっていうようなことはちょっと現場ではなんかげんなりするんじゃないですけれども、そういう感じがあります。すみません、追加でした。ありがとうございます。結局その言えなかったとかですね、それからフリーズしちゃったみたいなことに関して、本当に処罰されるのか、泣き寝入りにならずに済むのかっていう問題があると思うんですね。でそこはこの要件のところが一つ、非常に重要になってくるところと、もう一つは類型的にそうやってアビューズをするような関係とかのが言いにくいような関係については、やっぱり地域関係性事業罪を、導入しないことには救われない人がすごく多いと思いますし、だからこそ、諸外国でも地域関係性事業罪って別途独立して作ってるんだと思うんですね。ですので、この今出されている この案だけで何かもう改正できるとか、性犯罪の問題、性暴力の問題をちゃんと解決できるってことは、実態を全く知らない人たち、被害状況実情を全く知らない人たちの言っていることであって、本当に現実を知ってほしいなっていうのが皆さんの考えではないかなっていうふうに思います。はい、ありがとうございました。はい、ここは被害者側 と支援者でも少しその除外規定を設けるのかどうかというところで意見が分かれるところなのではないかと思います。16歳未満についての性的
行為をすべて処罰というふうに一律処罰で除外を設けないっていうふうな形で被害者支援をする弁護士の、委員の先生たちの意見というのもかなり強くあるので、A 案を推す声というのも被害者支援者からはあります。ただ、法制審の議論の数、体制としては B 案のようにその除外規定を一定程度設けるというふうなところがあって、それはその同年齢程度のもの同士の性的な行為については、それが仮にこう、その真摯なものかどうかっていうところは非常、それがその将来的な影響という意味では問題になる場合ももちろんありますけれども、その全てをその、あらゆるものを処罰ということでは行き過ぎかっていうふうな議論視点ももちろんあるので、その性的若年者の性的なその自由とか性的な行為に徐々にこう触れながら成長していくっていうふうな面では、例えば、2歳差とか3歳差程度の、こう被害者と、ごめんなさい、行為者同士っていうことであれば、それは除外っていうふうな案も出ています。で、ただ、ここは、そのもう年齢差で形式的に、除外をするっていうふうな視点に立つのか、そこにさらに実質的な要件として脆弱性に乗じたのか乗じてないかみたいな議論まで進んでいくと、結局、その保護として不十分っていうふうなところも出てくると思うので、今の、被害の実態からすると除外規定を設けるんだとしても、もう年齢とか行為者、年齢差とか行為者の年齢で、こうなんていうか他の理由を付加しないで形式的に判断しないと被害としては救われにくいと思いますし、その除外規定を設ける場合でも除外規定に当たるような行為の中でもちろんその強制性があるような行為というのはあるので、そこの強制性のところを適切に捕まえることについても177条178条がきちんと不同意である性行為は処罰というふうになっていかないと、被害が全部救済されていかないというふうに思っています。おそらく支援現場の皆さんでいろんなご意見がここは分かれるところかなと思いますけれども、いかがでしょうか。特にこの B1 案ですかねっていうのが、年齢差要件、年齢差要件って他の国でも導入している国は確かにカナダとかあります。で、ただその年齢差要件にプラスしてさらに実質的な要件、さらにプラスの要件を入れているということで、そんな要件をまた加えるということで、有罪にするものをどんどん絞っていく。で、そしてそれも全くその実質的要件まだ決まってないですけれども、抽象的な文言が出てくると、それが非常に厳格に解釈されて、結局は本当に若年者を傷つけることになるんじゃないか、非常に危惧をするところです。はい、どなたかこの点についてご意見ある方いらっしゃいますか。いいですか、後藤です。はい、年齢差をどうするかっていうのは、あらゆる場面で問題となると思うんですね。例えば少年法の年齢をどうするかってこともそうですし、基本的に線を引くっていうことになると、その線引きっていうのにやっぱり合理性があるかないかっていうことを、考えるのってなかなか無理があると思うんですね。で、少なくとも13歳、14歳、今の年齢ではダメってことはかなり法制審議会でも合意はできているように思うんですけれども、じゃあそこで何歳にするのかっていう議論をするのであれば、結構さっきカナダの例ありましたけど、カナダは2歳刻みにかなりですね、きちんとした対応をしてるんですね。で、そこまでするっていうことが、例えなければですね、やはり、年齢差要件っていうものを設けることによって、さっきから出ています、不均衡な、権力関係によるですね、同意に基づかない性行為を、許容するってことにもなりかねない。で、なんか私がその主張したいのは、基本的にはどの線引きをしてもそれは恣意的であるっていうことは、やはりですね、法律を作る際にはやはりこう作る側としては考えておかなければいけないことではないかというふうに思っています。ありがとうございます。石田さんと何かご意見ありますか。大丈夫ですか。何か、
なんか年齢差だと、ですね、なんか私の事件の場合だと、あ、大丈夫ですか。私の事件の場合だと、加害者が13歳上で、まあ、親よりも若い。で、加害者の年齢は20代だったんです。だと、20代だと当時の私には若い人の部類に入って、でも親よりは年下。でも、お兄さんというには上すぎるとか、まあなんかその、まあちょっと自分で判断が当時できなかったのと、あとこれは私ではないんですけど、別の方で、この方は塾の先生から被害に遭ったんですけど、彼女が、当時14歳ぐらい、14、5歳。で、塾の先生、大学生で、9つ上かな、そのぐらい上。で、だから年齢で言うと23、2、3歳。で、彼女が言うには当時の自分にはとても大きく見えたと言ってたので、なんかその、例えば、例えば30歳の人にとっての10歳差と15歳の子供にとっての10歳差って多分違うと思っていて、だから単純に何歳違うからというよりは、その被害に遭った人の立場、やっぱりその例えば、中学生なのかとか、やっぱりもうちょっと複合的に考えないと、ね、単純に年齢だけでは区切れないと思います。よろしいでしょうか。島岡ですが、スペインは2022年にイエスミーンズイエスになったっていうふうに言われているんですが、1995年にすでに刑法改正してまして、その時に不同意の性犯罪を処罰してるんですね。不同意でこのような行為を行ったら性犯罪だって書いてある。で、フランスも1992年に新刑法典になって、不同意っていう言葉は書いてないんだけど、非常にこう要件が緩やかなので、不同意な性交等をほとんど処罰できるような規定になってます。つまり欧州は90年代にすでにもうその動きはあったということなんですね。なので、決して今年になって急にスペインが変わったとかいうわけではなく、もう、ヨーロッパ、私もフランスで32年前に行ったら今の日本より進んでましたので、ジェンダー平等がそういう背景があるということを知らないとちょっと見誤るっていうふうに思っています。そして、それでも抵抗があったっていうのはもちろんで、それはどこの国でも同じなんですけれども、やはりそれを、世論の力で押し返した、同性婚反対とかもフランスではすごい強かったけど、ついに押し返したのは世論とメディアの力だったと私は思ってますので、やっぱりそこが大きいかなというふうに思っています。すいません、他の方もしあれでしたらどうぞ。大事ですね、世論とメディア、はい、だからこそ今日もこういう機会を設けているのですが、後藤先生いかがでしょうか。はい、スペインについては具体的にどういう反対があったかっていうのは分からないんですけど、スウェーデンに関しては、スウェーデンから検察官が来たときに、やはりかなり、弁護士会等からも反対があったというふうに言ってるんですけども、例えばその当時 の, スウェーデンの在日大使館の、大使も言ってたんですけれども、スウェーデンが大事にしたい価値とは何かということだと思うんですね。で、それは被害者を一人も泣かさない、被害者を出さないし、被害者にが負うべき被害について国が適切に対応するんだっていう発想だっていうふうに言ってらっしゃいました。で、多分スペインでもフランスでも同じようなことだし、でさっき島岡さんもおっしゃったんですけど、1990年代にすでにノーミンズノーになっていて、でその後満を持してイエスミンズイエスに行くっていう、まあ、そういう歴史的な経緯も合わせなきゃいけないですし、あとはですね、国が何を大切にすべきかっていうことをやっぱりきちんと考えているんだと思うんです。で、日本はやはり被害者のことを考えているよというふうに例えば法制審議会でも言うんですけれども、本当にそういうふうに考えていたらああいう議論にはならないだろうなって議論が散見されるのがとても残念です。で、被害者 の, ことを考えるのであれば、やはり
その被害者を出さない、被害者を泣き泣きさせない、被害者の子たちを私たちはちゃんと一人の国民として作っていくんだっていう意思を明らかにしていないところが、とても日本の状況と多分他の国の違いなんじゃないかなっていうふうに思ったりはしています。はい、地位関係性利用等罪については、その177、178の列挙事由の一つっていう風な形にするのではなくて、やはり正面からその地位関係性利用等罪というのを新設すべきだと思います。で、それはその性犯罪、性暴力というのが、その常に支配、その力関係を利用した犯罪なんだ、暴力なんだという理解に立つというところが、まだ全然足りてないんだなというふうに思うので、そういう意味、その、支配関係に基づく暴力なんだということをはっきりと示すという意味でも新設することが重要だと思います。で、性行動年齢との関係ではどちらかで良いということではなくて、地位関係性利用等罪もきちんと創設しつつ、性行動年齢もきちんと引き上げて、その16歳未満のものについては、きっちりともう年齢で、そこはもう線を引いて、ここは絶対に守るんだというふうな、それが国としての姿勢なんだということを表明すべきではないかというふうに私は思っています。私もその別に年齢差か、地位関係利用かでどっちかにするということには思っていなくて、多分、そういう多分その年齢の制限もだけだと不十分で、多分今の法律だと、何でしたっけ、その看護、保護者だとその18歳未満の例えば子どもとかにしてはいけないって法律、刑法になってると思うんですけど、なんかその地位関係がある場合は、むしろその年齢とかの条件をむしろもうちょっと緩和するような、のがあった方がいいのかなと私は思っていて、で なぜかというと、例えばその学校の先生と生徒というのはまあ分かりやすいですけど、例えばその結構大学生でもそういう被害に遭うし、じゃあ大学ではなくて例えば、弁護士とそこで働いてる人とか、結構大人になってからでも、まあ、例えば、まあ、その力関係、職業的な関係っていうのが強いなと。で、私の場合はまあその未成年で、向こうが大人で、で向こうはその、まあ、学校の先生でこっちは生徒でちょっと何重にもあったので、むしろその、どっちかにするというよりはそのむしろそういう自分が有利な立場において、有利に進められるということを分かっているのだから、ちょっとそこを考慮して、むしろ訴えやすいような方向にしてほしいと思ったんです。ありがとうございます。地位関係性利用すごく大事なんですけど、この特に18歳以上の地位関係性利用についてはほとんど光が当たっていなくて、そこからなんか結構セクハラ型というか本当に地位を利用して本当に被害に遭っている方々たくさんいるのに、そこの議論が本当に不十分であることは、非常に私は怒りを持っています。なのでやっぱりこう地位関係性利用を子どもに限らず大人もしっかり類型的にやるべきだし、政治年齢の年齢の問題についてもしっかりやるべきだなというふうに思っています。はい、そうですね。アルコールの席でのアルコールが影響してっていうのが一応その列挙事由の中にも入ってはいるんですけれども、現実そんなに酔っ払ってなかったんじゃないかとか、無理やり飲まされたわけじゃないんじゃないかとか、酔っ払ってても自分の足で歩いてるでしょうとかっていうので、現実今救い取られてないんですけれども、それが、改正によってちゃんと、対応されるのかっていうことですとか、これまでってホテルの部屋ですとか、相手の部屋、自分の部屋に、2人きりになってしまったら、もうそれだけでも、性交に同意したでしょうっていうふうな判断が、されてしまっていたっていうところ、それが、いろんな理由をつけて、騙されて、で、入っていったっていう、なんかその、
でも偽計偽冒っていうのはもうちょっと違うようなことなんだとかですね、不意打ちっていうのがちゃんとその、そんなつもりじゃなくって二人気になったんだけれどもっていうところでちゃんと、救い取られるのかっていうようなことですとか、あとマッサージ店ですとか、まあ、カウンセリング、ヒーリングでの被害っていうのもすごい、あの満足センターですとか相談があるんですけれども、まあ、本当に治療してもらうって思って、安心してそういうことを、まあ、裸とかになっている裸に近い状態 で突然そういうことをされたら、あれこれってあの施術なのかな、何なのかなって言って、すぐに何もできなくってっていうようなことですとか、あと、まあ、あのすごいこう自分自身が悩んでたりとか、そういう弱ってるところにつけ込んですごい話を聞いてくれるとか癒してもらえるみたいなところでそこにつけ込まれて、あこれってあのなんか言うとおりにした方がいいのかなとか自分のためかなとかって、そういうこう、まあ、脆弱性につけ込まれて、でも大人同士だしそんなのそういうわけないってわかるでしょうみたいな、ふうに、まあ、これまででしたら判断されていたってことがあります。で、それと、まあ、俳優として舞台出演直後にっていうような、こういう、まあ、関係性を利用してっていうところで、まあ、本当に、あの、拒絶できない状況でっていう、まあ、あの、本当に MeToo の運動の中でいっぱい声が上げられたけれども、そういうのが、この法改正によってきちんと救い取られるのかなというところが、私たちとしては、あの、ちゃんと考えていただきたいと思って、で要望書に挙げさせていただきました。ありがとうございます。北中さん、補足とかありますか？大丈夫ですか？そうですね、あの、まあ、同じなんですけども、多分大人の中の職場の関係性とかで、なんとなく断れなくて、で酔って家に連れて帰ってきてもらって襲われましたみたいなのが今出てる議論で、今までだったらダメだったんですけど、これどこで大丈夫なんだろうっていうのが、まあ、本当によくわからないということですよね。はい。ありがとうございます。本当にこう、しつこく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 も断っても断っても断っても、で、一生懸命抵抗して抵抗して、でも、最終的にも、あの、しょうがなくって諦めざるを得なかった。でも、最終合意したでしょう、同意したでしょうっていうふうな、ところっていうのがあのどうなるのかなっていう、ね、ありがとうございます。佐藤さん、何か今ありますか？はい、あのですね、被害者が例えばあの子供の時に、性的な虐待に遭っていた場合も当てはまるのかなというふうに思うんですけれども、抵抗することが不可能な幼少期から例えば看護者とかによる、身体的な暴力を伴う性被害を受けていた場合だと、その子どもは脳という概念を身につけることが著しく困難になるんですね。で、これはあのドナルド・シー・サミットっていう方の未成年性的虐待順応症候群っていうもので書いてあるんですけれども、その子にとって脳という感情に気づくこと、そして覚えることで形成することで、それを表すことっていうことは自分の身を危険にさらす、さらなる暴力危険にさらすことでしかないっていうために、次第にその感情自体を自分から乖離させて、感情をないものにするということが生きる手段になるんですね。だからそのたとえ成長の過程で脳という感覚を知っていたとしても、それを表すことっていうのは困難であるっていう風になります。あと迎合についても当てはまると思うんですけれども、さらにその性暴力が止まない場合にはイエスっていうこととか迎合すること自体がその暴力の危険から少しでも早く脱出するための手段であることを脳の扁桃体に刷り込んでいくんです。で、そのようにサバイバルしてきた方っていうのは、看護者とは全く別の第三者が性的アプローチをしてきた場合も、扁桃体に刻まれたトラウマが警告を発して、暴力と危険が目の前に迫っているっていうのをできるだけ早く終わらせるために、積極的に迎合する場合もあります。で、これはなかなかその、性暴力の被害を知らない方たちには、理解されにくいことかもしれませんけれども、そういうことが実際にあの起こっています。で、悪質な加害者っていうのはそういったサバイバーの特徴を、まあ、効果的
に見抜いてで近づき性加害に及ぶと指摘されているので、まあ、こういった場合もその表出とか、形成、実現が困難の場合に当てはまるのかなと思います。はい、以上です。はい、ありがとうございます。ちょっとだけ付け加えさせていただきます。さっき石黒さん言ってたあの嫌だって言ったのにやられちゃうと本当に多いですね。大体性被害に遭ってる方って本当統計的に嫌だとノーっていうふうに言ったにもかかわらず、まあ、迫られてワンドにされてっていうような形になってしまう方がほとんどです。その過程でもう力を奪われていってしまうんですけども、それが本当に実現すること困難というふうに認定されるのか、それ非常に懸念がありますね。それが非常に一つ問題だと思います。それから不意打ちと欺罔というのは本当にしっかり要件、個別要件に入るかどうかもまだわからないですね。で、欺罔については非常に入れたくないという反対意見もありますし、不意打ちが入るのかというのは本当に心配です。で、そういう案件ってすごくあるんですよね。で、なんか普通に飲み会に誘われた、一緒に車に乗って、別に普通だと思って一緒に密室にいたら、もう豹変してしまうとかですね。それから、本当に信頼していた人が急に性行為を要求するのでフリーズしてしまう、そういうことはあるわけなので、それがすべて入るのか入らないのか。個別要件の話もしっかりしていないまま、さっきの、実現がなんとか困難なっていう要件だけが先に来ているので、本当に最終的に何も得られないっていう可能性は結構あると思うので、本当にこれだけ被害者の方々の思いを背負って、法改正をするのに、責任を持ってやっていただけるんですか、この私たちたくさん事例を出したのに、それをしっかりと対応してくれるんですかっていうことを問いたいなっていうふうに思っています。本当にメディアの中でも共有いただいてありがとうございます。メディアの中でも本当に性、暴力、性加害の問題っていうのはすごくたくさんあるっていうことですので、メディアの皆さんも本当に本当にメディアの方々の地位関係性利用による性暴力ってすごく多いのに、全くこれが今回の改正の目玉に全くなってないんですね。全く射程外になって本当にひどいことだと思いますので、ぜひ皆さんこの問題についてですね、皆さんの問題ということも含めてですね、しっかり書いていただきたいなというふうに思いますし、おっしゃる通りで本当に意思確認をする、なぜ拒絶したかどうかが話題になって、加害者側が意思確認をしたかどうかということが争点の中心にならないのかというのは一番大きな問題だと思いますので、やっぱりしっかりとイエスミンズイエスみたいな形で、本当にあなたは意思を確認したんですかということが問えるような法律にしていくことが大事ではないかなというふうに思います。ありがとうございます。ではちょっと時間になりましたので、本日はこちらで終わらせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。スピーカーの方は大丈夫でしょうかね。はい。で、ヒューマンライツナウではですね、今度スペインの問題について11日にですね、イベントを企画する予定ですので、またご案内させていただきたいと思いますし、お願いですが、24日を待って記事を書くのではなく、24日におかしな案が出されないように、ぜひこの会議をやったのはその意味がありますので、ぜひ私たちの思いというものを直前ではなく、なるべく早くですね、報道して世論を盛り上げていただく、ご一緒にやっていただければというふうに願っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日は最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました。引き続きこの問題本当に正念場になっておりますが、皆さんのお力をお貸しください。本日はどうもありがとうございました。こちらで終了とさせていただきます。